鎧同士は日本刀の一種。その名の通り、組打ちで敵を鎧の隙間から刺すことに特化した担当である。葉の幅が狭く、手元部分の重ねが極端に厚く、先が薄い。極めて頑丈な作り込みの寸の詰まった担当である。波長は七寸前後であるが、稀に五寸以下のものもある。刀身の前長に対し、中子が長いことも特徴である。ツはつけない。 多くは9寸5分であり、戸が式、大友ートモに記述が見られる。格闘に際し、相手に組みついて、鎧の感激から取突する用途により、この故障がついた。左腰に立ちあるいは大小を指している場合には、帯間の煩わしさを避ける目的からも、多くは、目手差、または、右手差と称される腰らいに収められている。これは右腰に逆差しに配用して、 瞬時の使用に理のあるよう配慮がなされていたという。技法は甲冑術に平伝されている。鎌倉時代末から打ち物合戦が増加し、組打ちなど接近戦が盛んになると鎧状からの一つを考慮し、刃渡り短く無反りで重ね圧に鍛える風が流行し、鎧同士と称するようになった。鎧同士はさすがから発展した刀である。 さすがから反りがなくまたは少なく、重ねが厚い、鎧同士と呼ばれる担当の形式に発展した。さすがの反りが増したものは、脇差しや反りが増し、長くなったものは、内刀と発展していく。ありがとうございます。